宗谷本線。宗谷本線は、北海道旭川市の旭川駅から、名寄市の名寄駅を経て、稚内市の稚内駅を結ぶ、北海道旅客鉄道、JR 北海道の鉄道路線、地方交通線である。旭川市から上川管内北部、宗谷管内を縦断し、北方領土を除く日本最北端の自治体である、稚内市に至る。 全長 259.4km の鉄道であり、地方交通線としては、日本最長である。ほぼ全区間で、奇襲点を同じくする国道40号と、並行し、渋別市から幌延町にかけては、手塩川の右岸を走行する。カラフト、サハリンへの連絡鉄道として建設が進められ、終点の輪っか内から、対岸の大止まり、原、 コルサコフへの鉄道連絡船、チッパク航路が太平洋戦争終戦時まで就航していた。また、沿線を流れる手塩川の周運に変わり、各し線と合わせ、道北各地で産出される木材や石炭等の鉱物、水産物を輸送する重要な貨物輸送路線としての使命も担った。このため、太平洋戦争当時にあって、全国的に 列車本数の削減がたびたび行われる中、北海道内で最後まで急行列車が運行されていた。終戦後は、カラフト連絡の使命を失い、合理化のため早くも1955年、昭和30年から多くの普通列車の起動車化がなされたが、1958年、昭和33年10月1日の復活以降以降、一貫して優等列車が運転さ続け、 2000年、平成12年3月11日には、旭川駅なよろ駅間の高速化改良工事が完成し、定期特急列車の運転が開始された。一方で、1995年、平成7年9月4日までに、天北線、新名線など接続す支線はすべて廃線となった。全区間が、JR 北海道旭川支社の管轄である。以下、 特急内限り2019年、平成31年3月17日現在の、ものである。新旭川駅で分岐する関北本線は同駅を、四十二とする列車がなく、すべて、宗谷本線経由で、旭川駅に乗り入れている。特急列車は、札幌駅稚内駅間を直通する、宗谷一往復、旭川駅稚内駅間を運行する。 サロ別に往復が運転されている。サロ別については、札幌駅旭川駅間の特急、ライラックと対面乗り換えで接続するダイヤを組んでいる。このほか、関北本線系統の列車として、特急、おほうつく、大雪、特別快速、みが運転されている。名寄駅を境に南北に運転系統が分かれており、直通する場合でも、必ず列車番号が変わる。 快速、普通列車はすべてワンマン運転であり、ドアは基本的に前側のみ、前乗り前振り開く。友人駅のうち、終日改札を行う旭川駅は、最終列車まですべてのドアが開き、終日改札を実施しないその他の友人駅は、緑の窓口の営業時間内のみすべてのドアが開く。特急を保管する列車として、主要駅のみに停車する、快速。 名寄が、旭川駅名寄駅間で1日4往復、内登り1本は、ナヨロイ北を普通列車として、オトイネ駅から直通運転される。普通列車は、関北本線関連の列車を除くと、旭川駅名寄駅間で1日8往復、内1往復は、オトイネ駅へ、下り1本は、稚内駅へ直通、旭川駅ピップ駅間4往復。 朝日川駅長山駅間に往復が運行されている。一部は北長山駅、南ピップ駅、北ピップ駅、東六千駅、北県淵駅、柏別駅、水穂駅、東風連駅のすべて、またはいずれかを通過する。車両はキハ40型を中心にキハ54型機動車も用いられる。通常は1から2両編成で運転されるが、 名寄発発旭川駅の上り一番列車については3両編成で運転される。この区間の普通列車は2016年平成28年3月26日改正による減便で現在の本数となった。なお、といねぷ駅、ほろのべ駅での停車中に列車番号が変わる列車が存在するが、本節では1本の列車として扱う。 運転本数は、名寄駅ワッカ駅間を通しで運転する列車が1日に、折り2本上り3本、内折り1本は、旭川駅から、普通列車として直通、名寄駅おといネップ駅間の列車が2往復、下り1本を除き、旭川駅か快速、普通列車として直通、おといネップ駅ワッカ駅間の列車が下り1本、ワッカ駅幌ロノ駅間の列車が上り1本で、ある。 区間別に見ると、名寄駅、いネップ駅間が下り4本、上り5本、おといネップ駅、の延駅間が上下各3本、ほろの延駅、はかな駅間が下り3本、上り4本となっている。うち、朝の上り1本は、南美深駅を、夜間の上り1本は、手塩川温泉駅、門舗内駅、初野駅、南美深駅、里市北、北西駅を通過する。車両は、 旭川駅マイナス、名寄駅オトイネップ駅間の2往復がキハ40系であるほかは、すべてキハ54型で、終日1両編成で運転される。旭川駅北旭川駅間は、函館本線及び、室蘭本線に直通する形で高速貨物列車、及び、専用貨物列車が運行されている。いずれも DF200 系ディーゼル機関車が牽引する。 高速貨物列車の内ぼり2本は、札幌貨物ターミナル駅を経由せず、岩見沢駅と苫小牧駅間を室蘭本線経由で運行する本州への直行便で、残りは、函館本線札幌貨物ターミナル駅行き。さらに毎年秋から翌年春にかけては、赤北本線の臨時貨物列車、通称、玉ねぎ列車が北旭川駅。 貨物駅北見駅間に3往復運行されている。この列車については、運行経路上、新旭川駅と円軽駅で方向転換するため、先頭と最後尾に機関車が連結されるプッシュプル運転が行われている。2017年、平成29年現在、日本で唯一の定期排泄列車が旭川運転所ので15型を用いて12月、 下旬から翌年3月中旬に一往復運転されている。旅客列車は全て機動車で運転されている。このほか、旭川運転所関連の回送列車が旭川北、旭川間を走行する。区間ごとの輸送密度は以下の通り、名寄駅は区内駅間は国鉄における特定地方交通線指定が行われた1980年。 昭和55年度時点で、区間単体では、指定目安となる、輸送密度4000人を大きく下回っていた。2017年、平成28年度実績では、JR 北海道が設定した区間でしたから6番目、道内における特急列車運転区間としては最低の輸送密度であり、定期特急列車の運転がない、根室本線滝川駅フラノ駅間、 串路駅根室駅間や専門本線を下回っている。区間ごとの収支、営業収益、営業費用、営業損益と営業係数は以下の通り、いずれも管理費を含めた金額である。はマイナスを意味する。名寄駅は区内駅間は2015.2016年度については、線区単独で輸送に直接必要な費用、燃料費、 乗務員の人件費をまかないていない状況にある。2016年、平成28年11月18日、JR 北海道は、厳しい経営状況を理由に、自社単独で維持することが困難な路線として、10路線13区間を発表し、宗谷本線は以下のように分類された。なお、この発表の直前から、JR 北海道が単独では、 維持困難な選区に挙げられる可能性が高いとされ、沿線自治体による陳情などが行われている。2018年、平成30年4月、JR 北海道は一定の利用以下の駅、踏切の損廃について、廃止提案の前に、地元自治体と協議する方針を示した。同月27日、宗谷本線の沿線と、周辺26市町村などで作る、 そうや本線活性化推進協議会の事務担当者らによる幹事会において廃止する場合もしくは維持する場合の管理のあり方について JR 北海道と協議することで合意した高速化工事により北海道高速鉄道開発が施設を保有するこの区間については北海道高速鉄道開発株式会社関連線区として当面維持する一方で単独では 持続的な維持ができないとして、北海道高速鉄道開発との関連で、検討とされている。自社単独では、老朽土木構造物の更新を含め、安全な鉄道サービスを、持続的に維持するための費用を確保できない選駆、とされた。維持する場合、運営赤字のほか、今後20年間の土木構造物の大規模修繕、更新に23億円、概算、車両、 21両の更新に58億円、概算がかかるとされている。この指定を受けた線区については、各種施策による経費節減や値上げなどの負担、利用促進、上下分離方式などをポイントに、地域と協議の上で輸送サービスを鉄道として維持するか検討を進めていとし、沿線などの市町村で構成する、総や本線活性化推進協議会は、2017年、 平成29年3月30日の道との意見、交換会で、名寄駅は乾杯駅間の存続に向けて、対象路線では初めて JR 北海道との協議の開始を決定し、同年4月14日から協議に入った。なお、北海道による総合交通政策検討会議が2018年、平成30年2月10日に発表した、北海道の将来を見据えた鉄道も、 維持困難選挙のあり方についてでは、交通政策を推進する上での基本的な考え方として、本区間は、ロシア極東地域と本堂との交流拡大の可能性も見据え、国土を形成し、本堂の骨格を構成する、幹線交通ネットワークとして、負担等にかかる、これまでの地域での協議を踏まえ、維持に向けて、さらに検討を進めるべきであるとしている。 1898年、明治31年8月12日の旭川駅、長山駅間が北海道関節鉄道によって開業したのに始まり、1903年、明治36年9月3日には、名寄駅に到達。以降は、関節鉄道によって建設が進められ、1922年、大正11年11月1日に、稚内駅、 現在の南は加内駅まで、浜東別駅経由のルートで到達した。現在の幌延経由のルートは1922年、大正11年11月8日から1926年、大正15年9月25日にかけて、手仕線として建設されたもので、1930年、昭和5年4月1日に、宗谷線に編入さ、浜東別経由のルートは、北見線、 後の天北線として分離された。括弧内は旭川駅からの営業キロ。インは臨時駅を表す。か内市から先の宗谷海峡に海底トンネルを掘り、サハリンの鉄道と連絡させる構想があるが、推進しているのはほとんどロシア側のみであり、日本政府や JR 北海道でこの計画をまともに取り上げたことはない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。